頼った方が、まあ、ある意味専門家っていうか、そのゴールキーパーもそうですけど、自分の考えももちろん西田コーチ出てくるけど、やっぱり人の考え、サッカー部の主要スタッフは西田だ、西田だ。西田がいないと鉄はいないからな。選手たちを指導せず、練習メニューから試合の采配まで若い指導者たちに全て任せているという。選手にとって素晴らしい、うん、心を尽くしく勝つ、これはどういうことでしょうか。今まあ選手お願いしているのは、いいぞ鉄、試合中にでもフェアプレー精神はもちろん持ったよね。こちらの業種で学んでもらうという、感謝の気持ちや忠誠心、規律、謙虚な姿勢など12の心得が書かれている。すごい、昔は一つ礼儀です、挨拶全部できなきゃいけない。一つ掃除です、部室に来たら掃除しなきゃいけない。一つグラウンド整備です、もう休み時間になったらグラウンド整備に来なきゃいけない。みんなでも領域でこうやって土をかいて畑作りしてくれ、全員100人ぐらいパウダーみたいなね土のグラウンドにしていくわけ。現在の部員数は1年生から3年生まで、こんな人工芝なんてないからね。心を美しくやる、一度もそういうことがなかった。帝京高校の合宿脱走してから心美しくなってたのに。